まあ、スパイカーが一番打ちやすいトスを上げるっていうのが、一番大事だと思っています。それを、まあ、練習中であったり、スパイカーとコミュニケーションを取ることも、それにつながってくると思うので、それを実践していければと思います。